おいては、ドイツの公共放送局、第2ドイツテレビのニュース番組。本編は午後7時に放送し、ドイツの政治ニュースに重点を置きつつ、文化娯楽からも雑多なニュースを扱うほか、スポーツニュースは担当のプレゼンターを置いて伝える。天気予報は、コマーシャル後の7時22分に伝える。オープニングはアナログ時計をモチーフにしており、番組の象徴的な要素になっているが、 この部分は NHKBS1 のワールドニュースではカットされている。本番組とドイツ公共放送連盟のターゲス社がドイツの公共テレビの夕方ニュースの代表的番組である。午後8時以降ドイツの公共放送では広告は流れない。初回は ZDF の放送開始日にあたる1963年4月1日。 当初は午後7時半8時の放送で、1965年2月1日に、前半15部のホイテと、後半15部のスメンでタガスの2パートに分離。1969年1月1日、夜間プログラムの開始時刻が早まり、スメンでタガスは終了した。1973年、現在と同じ午後7時からの放送に移る。2014年には午後7時放送の司会が、 ペトラ・ゲスターとクリスティアン・ジー・バスの各州交代になった。両者とも出演できない場合はバーバラ・ハールベイクが務める。2021年5月に22年間ホイッテのニュースを担当したペトラ・ゲスターが引退。クリスティアン・ジー・バスとバーバラ・ハールベイクは残留となり、7月からは新たにジンバブエ人とドイツ人のハーフで ZDF で初めてアフリカ系として 朝や昼のニュースキャスターを務めたヤーナ・パライギスが加入した。10月からはトルコとシリアにルーツを持つ移民2世でキリスト教徒のミトリシリンが加入。マインツの ZDF ニューススタジオ午後7時半からの本編は天気予報を含め20分間で ZDF の関連チャンネルサンサットでも放送される。午後9時45分からはより放送時間の長い特集番組 ホイテジャーナルを放送。この形態は、ダスエルステのターゲスシャウに対するターゲステメンに似ている。放送のほとんどで、タイトル音楽の前に、HEUTE、e、のモールス信号風の音が鳴る。1998年に、この演出はタイトル音楽と統合され、ドットとダッシュはもはや区別できない。2009年7月17日、新たに、 バーチャルスタジオの使用を開始し、再設計されたグラフィックスやタイトル演出とスタジオの統合について特集した。日本では一部が NHKBS1 のワールドニュース内で放送されている。ありがとうございます。